はい、本日はこちら、まさか裏だるま、美味しいイタリアンの店から行きたいと思います。ドル TV、よろしくお願いします。どんどん。さあ、始まりました、ドル TV 第2回。今回もですね、松本市議会議員を呼んで、今回はまさかの未来を真剣に考える対談、ディスカッションを用意しました。なんと真面目な企画。ね。ということで、第2回ドル TV やっていきましょう。さあ、今回ですね、なんでまたお呼びさせていただきましたかというと、ここはちょっと真面目な企画考えまして、はい、前回ね、辛いトマトジュース飲まされてましたし、ね、今回はちょっとね、カズさんしかできやんことをしようかなと思って、はい、今回はですね、なんと対談、ディスカッションをしてもらおうという企画を私考えてまいりました。はい、今回なんとですね、松阪市なんで、せっかくなんで僕も、地元松阪市ですし、初めての対談ということで、松阪市の初の J リーガーの方をお呼びしまして、 J リーガー、はい、元 J リーガーの方なんですけども、で今回初めての、J リーガーの方と初めての対談ということで、いろんなことを掘っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、本日のゲスト、松阪市初の J リーガー日田聡さんに登場してもらいましょう。どうぞ。はい、ということで、今回お呼びしたゲストは、松阪市初の J リーガー、日田さんでございます。サッカーをするために四日市中央工業へ、そして J リーグプロとして活動開始。トップ下、ボランチ、サイドと中盤ならどこでもこなせるユーティリティプレイヤーとして活躍。その後、地元のチームでプレーし、現在はアカデミーの監督として未来のプロを育って。で、今回は日田さんとカズさんで、松阪市の未来と、未来とサッカーのことを、はい、ぜひ話していただきたいと思いますので、はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。早速なんですけども、そのサッカーをするきっかけって 何だったんですかね。そうですね、もうきっかけは、兄の、サッカーにを見に行った時に、ついてった時にたまたま監督が出てみろっていう、で出たらそれがめちゃくちゃ楽しかったっていう、兄貴がやってくれてたというか、やったから、僕もそのサッカーに出会ったというか、なるほど。あれですね、ある意味その監督さんもすごいですよね。そこでもし声をかけてくれなかったらちょっと変わってたのかなっていうのもありますよね、やっぱり。このそうですね、出ろって言って、その時になんかもう監督さ、その時の当時の監督はもう、なんていうんですかね、もうサッカーに熱い人やったんで、どこもかしこもいい、こう子供がいたらサッカーせえ、サッカーせえって言ってるような監督やったんで、でまあそれで、たまたま本当に横でこうやって見てただけの僕に声かけてくれたっていう、そっからもうハマってったみたいな。そうですね、もうそれがもう鮮明に残ってて、で、頑張ろうかなって思ったら3日後に兄貴はもうサッカーやめてたんですけど、ああもう入れ替わったみたいな。そうです、そうです。ああなるほど、もう俺辞めるからみたいな。もう辞めるからもなく、フェードアウトみたいな。フェードアウトしてスーッとスーッと出て、こっちはフェードインしてったみたいな。そうです、フェードインして。なるほど、世代交代で、でも兄貴の方は逆にこう僕を応援してくれる立場になったっていう。いいですね、やっぱりこうお兄さんの影響とかこうね、やっぱりありますよね、そういうのが。そうです ね、はい、かなり大きかったかなと、思いますね。なるほど、そこからやっぱり入ってったっていうので、やっぱり中学校高校ってこう行かれたばかりですよね、その過程って どんな感じなんですかね。そうですね、小学校の時も、6年生の時に、県の選抜に入らせてもらって、その後東海選抜って、東海地区の東海4県の選抜に入らせてもらって、で、今はね、クラブチームっていうのがたくさんあるんですけど、僕らの時はもうクラブチームっていうのがほとんどなくて、ただ普通の中学校に行ってサッカーするっていうところやったんですけど、サッカー、しながらなんですけど、県の選抜っていうのには
入らせてもらってたんですけど、うんうん、まあ実際でも中学校3年間はずっとボーダーラインの選手で、うんうんうん、はい、でこう県選抜に落ちるか落ちないかぐらいの、まあ、実力というか、うん、まあ、選手だったの で、 で、まあ、それで、まあ、一応中3の時に、県選抜の監督やってくれたのが、当時の四中高の、うん、監督さんやって、でそこで、まあ、お話しいただいて、うん、四中高入ったっていうのが、はい、経緯ですね。まあ、僕らの時でもやっぱり四中高というとすごい、はい、もう四中高というとサッカーっていう、はい、イコールサッカーみたいな感じで、はい、聞いてましたけども、うん、なるほど。まあはっきり言ってあれですよね、松坂 の、 そのサッカー界のレジェンドっていうか。いやいや、そんなそんな大したもんじゃないですね。まあただね、松坂初めて J リーガーにならしてもらったっていうのは、うん、まあそこら辺はね、うんうん、嬉しく思いますけど、なんかちょっとまあよく似た感じで、僕も音楽やっとったんですけども、はい、結構僕らの若い時ってバンド空いてたんですよ。バンドは。でもその今でいうクラブ系のそういう DJ とかいなくて、はい、で僕らはまあやっぱりこう、うん、音楽が好きだったんで、うん、その時も何もなくて、現場がこの辺、うん、田舎でクラブもないし、はい、そういうのが なくて、もう本当に名古屋とか都会かな、うん、何もないっていうことで、誰にも教えてもらう人もいないし、はいはい、でそういう何て言うんですかね、情報もないしっていうところからまあやってたんですけども、うん、そういうところちょっと似てますよね、やっぱりそういう。そうですね、本当にこう何もない状況、要はクラブチームっていうのがたくさんできてたりとか、うん、行きたい場所に行けるような環境っていうのはあったり、うん、で松坂やったら松坂総合で人工芝で、うん、素晴らしいピッチで、そうですね、できるっていう環境もあったりとか、だんだん整ってきたんですけど、やっぱまだプロがないっていう。あ、なるほど、はい、今はまあそのやっぱり保護者の方もすごく熱心ですよね、はい、やっぱ昔やっぱり自分でっていう感じなんですかね、やっぱり。そうですね、基本的にも僕ら中学校の時なんかはもう電車で行ったりとか、まあ、松坂市内やったら自転車で行ってたんですけど、まあ、自らっていうことですね。そうですね、はい、まあ、今はやっぱりね、送り迎えしてもらってとか、 そんな感じですよね、はい、やっぱり結構昔の人ってこうそういうところでは苦労しましたよね、なんか。そうですね、うん、まあでも逆に今こう指導者をさせていただいてて、うん、まあすごく思うのは、昔の人ってやっぱりこう、うん、いろんなところに行けたんで、いろんな遊びしたりとか、まあ、森に行ったりとか、川ね、櫛田が飛び込みに行ったりとか、そんなことを やって、やっぱ運動能力ってかなりつくんですけど、今の子たちってサッカーだけするとか、勉強とサッカーだけして、じゃあ他の球技をどうするのとか、やっぱ川に遊びに行くことすらできないんで、危ないって。そうですよね。で、小学校とか小学生に至っては、その一人で公園に行ったらあかんとか、ね、うんうんうん、そういうなんかある中で、うん、やっぱそうやって体動かせないっていうか、自然で体動かせないっていうことがあるんで、やっぱりこう身体操作性っていうんですかね、うん、そういう体の使い方みたいのは、うん、やっぱり全然昔の人の方が逆に、はい、そういうとこが動くんちゃうかなっていう。そうですよね、僕らの時代でもやっぱり道路で、はい、野球少年だったので、はい、キャッチボールとかもう平気でやっててましたけど、ね、そうですよね、今はできませんもんね、はい、本当に。僕今 FC 伊勢志摩っていうサッカーチームの、うんうん、まあ、アカデミーの、監督をさせてもらってるんですけども、まあ、プラスしてFC 伊勢志摩っていう、まあ、J リーグを目指してるチームがあるんですけど、うん、そこで、まあ、お仕事させてもらってるんですけども、はい、やっぱ、まあ、営業というかお話をさせて いただくときに、うん、どうしても FC 伊勢志摩っていう名前でやっぱ、うんうん、まさかの皆さんに、うんうんうん、こうなかなか認知というか、うんうん、お話を聞いていただけないというか、うんうん、ちょっと難しいところがあって、はい、なんでまあその辺をこう市としてというか行政さんでちょっとバックアップしてもらえるとありがたいんですけど、うん、その、まあ、難しいっていうのは何かやっぱりそのネーミングとかそういうところに何か問題があるんですかね。そうですね、そこのところはやっぱり大きいと思うんですよ。伊勢島っていう、伊勢と島っていう言葉なんですけど、まあ、僕らとしては、中南部地域っていう南部地域の
皆さんに応援していただけるようなチームっていうのを、目指してやってるので、松坂も伊勢も鳥羽も島もっていう、もう関係なく、分け隔たりなくこう応援してもらえるような、あのつながりとか、そういう、ものを一緒にこう、積み上げていただけたらなっていうのは、僕自身個人としてというか、個人でこうやってお話いろいろなところさせてもらってる中で、やっぱそういうふうには一番感じるので、なるほど。何かこう松阪市でそのスタジアムみたいなここにあったらいいかなって思うところってないですかね。やっぱりあの一番いいのは、あの、まあ、僕もいろんなあのチームちょっと見させてで、あのプレーさせてもらったりとか、スタジアムで試合させてもらったりとかすると、やっぱり駅の近くっていうのは、もう一番いいと思うんですよ。あのどこから来てもあの駅降りてすぐっていう、なんであのやっぱり松阪駅の近くにドンってやれば、それがもう一番いいかなっていう。松阪駅だったり、まあ、伊勢でもあるかもしれないですけど、まあ、松阪で言うとそうですね、松阪駅のもう本当にもう出てすぐのところみたいな、すぐのところにドンってあれば。でも結構広いでしょ。そうですね、企画がやっぱり J リーグの企画ってあるので、収容人数だったりとか、それに対する駐車場だったりとか、そういう確保はいるんで、かなり大きいスペースがないと。なるほど、それだけやっぱり収容、まあ、いろんなね駐車場もやっぱりいるらよろしい、そんだけのあの何千人何万人っていう、あの方が来られるなんて、それなりのねやっぱり収容スペースもいると思うんですけども、総合運動公園ってあるんですけども、ああいうとこってどうですかね。そうですね、あそこも、横の人工芝の横に天然のグラウンドがあるんですけど、グラウンドっていうかあれは広場みたいになってるのかな、なんですけど、あそことかは要は筒状になってるんで、スタジアムが立ちやすいんですよ。なんで作りやすい環境っちゃ作りやすい環境なんです。であれから、まあ、平らな地からこう一個ずつやっていくと、かなり金額がかかったりとか、大変な部分があるんで、やっぱああいう筒状になってるとこっていうのは作りやすいっていうのはあると思います。なるほど。あとですね、子どもたちへ のバックアップで何かできることってないですかね。そうですね、バックアップ、やっぱりそういう環境を整えてあげるっていうのはやっぱり子どもたちにとっては必要なのかなっていう。もちろん、今現にこう問題というか、やっぱり松阪総合で、素晴らしいピッチがあるんですけど、やっぱり一面っていうのがあって、やっぱり中学生だともう一面なんで1試合しかできないんですね。で小学生だと2面取れるんですけど、今2面っていうところで、でやっぱ土日になってくるとやっぱ取り合いじゃないですけど、やっぱりこうできないチームもあったりとか、いろいろこう待機待ちしてるチームだったりとかってたくさんあるので、まあ、そういったところで言うと、やっぱりグラウンドピッチ、いいピッチをこう作っていただきたいっていうところはもう本当に松阪市民としてというか、サッカー一サッカー関係者として、まあそこはちょっと大きくしてもらえたら、いろんなカテゴリーの大人にしても子供にしても中学生高校生にしても、いろんなカテゴリーで使えるような場所があれば、なおさらこうバックアップしていただけるような体制を取っていただければ。まあ、その環境ですね、やっぱりできる環境というか、ね、はい、確かにそうですよね、場所が、結構やっぱり広い場所がね、グラウンドやといるんかなって思うんですけども、その環境ですね、そこからまあ 第2 の, その J リーガー、第3の J リーガーっていって、ここ、ね、やっぱり子どもたちがその育って、そこでプレーしてっていう、やっぱりそれ、そういう環境がいっぱいあると、やっぱりこう出てきやすいですよね、そういうところ。そうですね、やっぱりあと、そういう、こう、ね、ピッチがあると、やっぱ、まあ、今、コロナの関係であれなんですけど、いっぱい呼べるんですよ、たくさんのチーム呼んで、たくさん その大会したりとか、そうなってくると、宿泊施設とか、そういう地域にもしっかりこう貢献できるって、サッカーで貢献できるんですね。
一面やとどうしても何チームかっていう限定になるんですけど、うん、何面もあったら何チームも読んでフェスティバルして大会してってやってると、うん、やっぱ泊まってもらうチームができたりとか、はい、やっぱ地域に落ちるっていう地域の活性化にもなるっていうつながるところもあるんで、うん、やっぱサッカーを通じてやっぱりこう地域が盛り上がるってなるのは一つとしてやっぱグラウンドっていうのはやっぱり大きいのかなと、うん、なるほど、わかりました。ちょっとやっぱりね、そういうところしっかりと受け止めて、はい、ちょっと私の方もなんとか頑張ってみます。ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで本日は平田さんありがとうございました。ありがとうございました。いやもう僕も見させてもらってたんですけど、はい、すごい勉強になりました。いやいや全然全然、いや なかなかやっぱプロサッカー選手と触れることがないので、そのサッカーってやっぱテレビで見るもんやったりとか、あ、はいはいはい、もう画面の向こう側なんですよ。あ、はい、でもなんかこうやって触れ合わさせてもらうと、はい、あ、やっぱ現実その目の前にあるスタジアムやったりとか、はい、みんな真っ逆市に対する、ね、はい、良さっていうのが分かってすごい勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。やっぱなんかこう皆さんね、やってる方真っ逆市でもサッカーやってる、まあ、お子さん、はい、大人の方とかね、親御さんもいると思うんですけど、うん、まあ、大切なことか何かこう一言あればいただけると。大切なこと、はい、サッカーをやるにあたってというか、はい、そうですね、僕自身もそうやったんですけど、はい、やっぱり一番はサッカーを好きでいることと、はい、楽しんでやること、はい、まあ、これ、まあ、コーチ指導者をさせてもらってからもすごく思うんですけども、はい、まあ逆にこう指導者の方に言いたいというか、僕も選手もさせてもらいながらなんであれなんですけど、うんうん、やっぱりこう選手をこう気持ちよくというか楽しくさせてあげられるような関わり方というか、やっぱりこう見ててもやっぱこう監督がわーわーキャーキャー言って、うんうんうん、こう萎縮してサッカーができないっていう、まあ、なるほど、いいプレーができないっていう、こうちょっと見たりとかしてるんで、やっぱその辺をもっともっとこう大きくというか楽しくできる環境づくりをぜひ指導者の方にしてもらえたらなっていう。選手ファーストとですね。そうですね、はい、まあ、それが一番かなっていう、まあね、選手は選手っていうか、まあ、子どもたちはサッカー好きでやってると思いますし、そうですね、楽しくてやってると思うんで、それを楽しくさせてあげられる指導者っていうところが一番大事かなっていう思うんで、はい、はい、ありがとうございます。まあ、指導者の方にはね、ぜひこの言葉を聞いていただきまして、はい、子供たちを楽しくサッカーさせてあげてください。まあ、まさかのスタジアム、まあ、いろんなバックアップの方は松本和孝が、そうですね、はい、もう約束してましたからね、はい、まあ、僕もこの、ね、まさか市民として一、はい、一つの意見としてお話しさせてもらったんで、はい、まあね、チームがどこにこうスタジアムを置くとかっていうのはまた変わってくると思うんですけど、はい、まさか市民としてこうそうなればいいなと思って、はい、お話しさせてもらいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今回のゲストは松阪市初の J リーガー平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうでした、初めてのディスカッションでしたけど。僕も素人なんで、はい、結構失礼なことちょっと聞いたかなっていう、うんうんうん、ちょっと今反省してるんですけど。あ、そうなんですね、でもまあやりたいですね、サッカー。あ、サッカーやります？ね、いや、中学校以来やったことないですよ。あ、ボール蹴ったのは約40年近くってことですか？もう本当に。あ、でもなんか今日話してて、はい、はいはいはい、やってみたいな。お、ちょっと僕じゃあ平田さんに一回頼んでみて、はい、さあみんなでサッカーしてみません？みんなで、はい、やりましょうか。お、やりますかって、やるのがね、多分一番分かりやすいですもんね。じゃあ、カズさん、もしその子供たちと PK 対決かなんかして、負けた時、罰ゲーム、うん、考えときますんで、うん、ボール磨きどうですか？ FC 伊勢志摩の子供たちが使ってるボールをカズさんが綺麗に磨いて、うん、子供たちが気持ちよくサッカーできるようにするっていうのは。あ、そんなんでいいの？あれ？え、ボール磨くだけやろ？はい。そんなんでいいの？おう、うん、いいよ、いいよ。いいですか？やるよ。お、わかります。じゃあ。負けたら磨くだけやろ。磨くだけです。うん、磨くのプププって。お、思うすか。お、わかりました。じゃあ、うん、そういうことで、うん、やろ、じゃあ決定でございますんで、うん、はいはいはい、はい、やりましょう。わかりました。じゃあ、近日公開ということで、うん、ドール TV 松本和孝 VS 子供たちという、はい、サッカー対決やりたいと思います。
さあ次回の方お楽しみにしてくださいということで、いやカズさん今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、また次回もね、もう僕の対談をどんどんやっていこうと考えてますんで、はい、いろんな資格を用意しております。あ、資格を、はい、おいろんなね、まあ、ハニートラップもあり、うん、はい、いろんな人を用意してますんで、あ、女性もあり女性もあり、あ、はい、あ、いやハニートラップかからないですか僕。あ、まあそうですよね、素敵な奥様見えますからね。夫婦円満の秘訣なんでしょって。ああ、はい、はい、ありがとうございました。ベルトにまた次回さようなら。ただ、はい、本日のドール TV は真っ盛りにあるイタリアンの美味しいお店ウラダルマからお送りしました。僕はここの太陽のピザっていう料理が超好きなんで、ぜひ皆さんも食べてみてくださいね。ということでドール TV また次回会いましょう。トントン。Something